サムエルはすべてのイスラエル人に行った。身をあなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今皆さん、王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。 私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んださ。あ、今、死の前、油注がれた者の,の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか。誰かのロバを取っただろうか。誰かを苦しめて誰かを迫害しただろうか。誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら私はあなた方にお返しする。彼らは言った。あなたは私たちを苦しめられたことも、迫害したことも、人の手から何かを取ったこともありません。 そこでサムエルを帰に行った。あなた方が私の手に何も見いださなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者が証人である。すると彼らは言った。その方が証人です。サムエルを帰るに行った。モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの力に奪わされたのは主である。さあ、立ちなさい。主は、 私は主があなた方とあなた方の先祖とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行ったとき、あなた方の先祖は主に叫んだ主はアロンと。主はモーセとアロンに使わされた。この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。ところが彼らは彼らの神、主を忘れたので、主は彼らを初王の将軍、知らせの手、プレステージの手、モアブの王の手に売り渡された。 ここで彼らが戦いを挑まれたのである。彼らが私たちは主をしてバールやアシタトなどに使いて罪を犯しました。私たちを敵の手から救い出してください。私はあなたに使いますと言って主に叫び求めたとき、主はエル・バールとペダンとエフタとサムエルを使わし、あなた方を主囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに暮らしてきた。 あなた方は、アモン人の王のナハシュがあなた方に向かって来るのを見たとき、あなた方の神、主があなた方の王ではあるのに、いや、王が私自を治めなければならないと私に言った。今、見なさい。あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。もし、えー あなた方が主をそれ主に使い主の御声に聞き従い主の命に逆らわずまたあなた方もあなた方を治める王もあなた方の神主の後に従うならそれでよいもしあなた方が主の御声に聞き従わず主の命令に逆らうなら主の手があなた方の先祖たちに下ったようにあなた方の上にも下る 今一度立って、主があなた方の目の前で行われるこの大きな宮沢を見なさい。今、小麦の借りれる時ではないか。だが、私が主に呼び求めると、主は雷と雨とを下される。あなた方は王を求めて、主の御心を大いに損なったことを悟り、心に止めなさい。それからサムエルは主に呼び求めた。すると、主はその日、雷と雨とを下された。民は皆、主とサムエルを非常に恐れた。民は皆、サムエルに行った。あなたの主もべ。 しもべどものためにあなたの神主に祈り、私が死なないようにしてください。私のあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。サムエロは民に行った、恐れとならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし、主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に使いなさい。役にも立たず、救い出すこともできない、虚しいものに従って脇へそれとならない。それは虚しいものだ。誠に死は、ご自分の偉大な皆のために、ご自分の民を捨てさられない。死は相手あなた方をご自分の民とされるからだ。 私はまたあなたのために犬をやめて主に罪を犯すことなどとても,とてもできない。私はあなた方によい正しい道を教えよう。ただ主を恐れ心を尽くし、誠意を持って主に使いなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。